沢さんしか知らんって。じゃあ、板垣退助とか特に知らない。当然知らないよね。めっちゃくちゃ今、年を感じた。年の差を感じた。めっちゃくちゃ。ミスチルの話までは良かったけど、やっぱ聖徳太子を知らない、聖徳太子がオンタイムじゃないっていうことがね。いや、だから、めちゃくちゃ大きかったというだけ、聖徳太子はこう、まあ、たまに聖徳太子がまず入ってくること自体も学生の場合少ないっちゃうけど、本当に公言して入れないかんかったと。はみ出すみたいな。まずお札がまず入って、そんなに学生が入ってないっちゃうけど。でもほら、こんなに時間が経っても金具がびくともしてないところがあるじゃない。その全然こうあれなのか。でもうこれピットって言っちゃうけど、昔からもうピット柄は全然変わらんみたいね。あの馬に買わせるから、ハミっていうとみたいな。だけど大体ヨーロッパのあのあれっていうのは金具の関係のとかだ、大体みんなバグやね。バグから、あのエルメスはバグからです。エルメスはバグ。聖徳太子は知らないんですね。じゃあ新渡戸稲造さんも知らないね、当然。いや、それは五千円札はありましたよ。あ、あったと。はい。あ、新渡戸。そうです、そうです。今の人の一個前ですね。一個前の新渡戸稲造でしたね。わし、はい、板垣退助は知らない。100円札。コインでした。すいません、すいません、コインです。チロル10円やったろ。チロルは10円やったろ。チロルチョコですか、うん、私ですね。いや、もう20円でしたね。ちょっと待って、あの、それもよ、チロルチョコって今さ、ちっちゃい子一個やろ、じゃなくて、こんなやつですとか折れるようになっとって、これが、なんか結構もう10円で十分楽しめよったと。もう板垣退助の100円のお小遣いなんてもうウキウキよ。だって、バス代が30円やったっちょ。幼稚園の時の話してます。僕ら10円って言ったらうまい棒ですよね。うまい棒です。うまい棒です。うまい棒があったら5円チョコぐらい。5円チョコですね。何うまい棒って。あ、私あれはわかるよ。あの、なんかあれは、あなたたちビックリマンチョコ知らんちゃう。いや、知ってます。でもタイムリーぐらいでしょ。何個でですかね。1回廃盤になったでしょ。あ、そうそうそう。だけどあなたたちの場合はもう絶対リバイバルとか復刻やんね。はいはい。で、私もビックリマンチョコは私もタイムリーじゃない。妹が6歳年下やけん、もう大流行りやったじゃん。いいやね。それ初耳ですね。え、ていうか何、チロルチョコ10円じゃないの。これ20円なの今。はい、20円ですね。ていうか今か、私 あっても目に映っとっても買わんけんね。知らんけどね。今値上がりしてますね。20円。で、子供の頃さ、夢中になったその買ったものって何、その要するにお小遣い、そのまあちっちゃい、まあちっちゃい頃でも中学とか高校でもいいけど、そのなんか夢中になってもうお小遣いもらったら買いよったみたいなやつ。何、うーん、カードとかです。は、カード。カードって何。遊戯王カードとか。ああ、そう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 。バトルができるカードがあるんですよ。あった、あった、あった。ゲームってこと。ゲームです。カードゲームです。カードゲーム、はい。戦うんですよ。それはどこが出しとメーカーのやつ。バンダイ。バンダイ、あ、やっぱりバンダイ。で、そのキャラクターはね、遊戯王っていう。遊戯王、遊戯王アニメです。今もまだ合ってますけど。あとはポケモンとかですかね。ポケモンリアルに。ああ。だから多分僕らの世代からちょうど始まって、うん、そのポケットモンスターっていうのは今の子供たちが知ってるみたいな。あの、あれやろ、はい、暗いところで見ないでくださいってやつよね。あの、もうこう引き付け起こす系みたいな。で、ファンブイでした。でね、フランスに行って、まあ分からんけど、とりあえずテレビつけるよな。たらポケモンがフランス語喋るってよ。Z ですね。でも、ドラゴンボールのカード出すとかもやってたでしょ。 Z の頃です。20円の。はい、Z のやつです。はい、やってましたよね。はい、か GT。 カードって好きでしたよね。はい、カード好きだったんですよ。だってカードが好き。カードが好き。なんて、ちょっと待って、私意味があるから。なんて、カードって何。カード出すってのがあるんですよ。カード出す。100円で5枚つづりが出てくるんですよ、カードが。どっから出てくるの。文房具屋さんかなんか。ガチャポンみたいな感じ。ああ、ガチャガチャ。だけど要するに文房具屋さんのやっぱり入り口とか、まあ、とかスーパーとか、スーパーおもちゃ屋さんとか、はい、でしたね。
もうお小遣いもらったらもうそれをするみたいな感じ、うん、あ、じゃあさ、あの DS とか DS ライトとか最近やもんね。もう大人になってからやろ DS。 そうですね、もう最近ですね。ゲームボーイカラーぐらいですよね。カラーか、そう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 、ゲームボーイ、ゲームボーイの、そうですね、かプレイステーション、もう1ってこと、1とか、1とか、ね、プレイステーは1と2、そうね、だから3って最近やもんね。最近ですね、うん、か、任天堂64、僕そこ噛んでないんですよ。噛んでないですか。友達は噛んでない。え、たった2歳違えてもそんな感じ。多分、してなかっただけです。なんか、嫌いな人もいたんですよ、いたんですよ。あの、結構好き嫌いがはっきりしてて、はい、ごめん、私ゲーム自体がさ、パックマンとかさ私珍しいだよ、私再現してないで。あ、パックマンが分からって言うよね、お願い、ちょっとパックマン分かるんだけど。パックマン分かります。え、それファミコン世代でしょ。でもいや、ファミコンじゃなくて、テーブルゲーム、あのね、だから私たちはそのゲームセンターにしかないわけよ。で、ゲームセンターってもうイコール不良の集まりやけんさ、行かれんやない。で、私はなぜ知っとうかというと、そのゲーム機の質預かりがあったと。それしてますか、してますかね。あ、これか、これか。いや、ていうか、うちで来てないよ。あの、高山のおばあちゃんちだった。もうダメ、もうダメ、もう間に合わせ、もうすいません、ごめんなさい、預かってるゲーム機を押してました。でも事故です、事故これ放送なんかやろ、うん、これ。うん、だけどさ、ゲーム機よ。いや、ゲーム機ってその、あれよ、だけどその、ゲーム何そういう子、はい、わかります。ゲームセンターにあるゲーム機がもうそれをしに遊びに行った。あれ俗に言う、あのスペースインベーダーとか。そう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 。でもインベーダーはあまりにも動きが激しいけん私は仕切らんだ。パックマンってただ食べていくだけやけどさ、パックパックパックって食べていく。そうだね、そうだね。いや、でもあれ、いや、とも時々ありよよ。いや、それ知ってるんですけど、うん、実際はしたことないです。飽きるもん、あれ。すぐ飽きるもん、そんなもん。だって、ストーリー性もなくて、ただ食べようだけでさ、なんかモンスターが食べに来るけど、その前食べてしまうぐらいの。もう、めちゃくちゃ単純になるやけど。なんていうか、ゲーム王やったら、カード王。なんていうか。遊戯王。疲れた。なんか、今のさ、鬼の国取ったみたいに言うのやめてくれ。私は知らんと思ってさ。あ、でもね、これめちゃくちゃ大事やけん。でも本当これはレアカードとか。いやいや、そうそうそう、いや、そうなんそうなん。そう、いやいやいや、だけどだけメモ取りを出して、あの、知っとかないかと思って。いやいや、何でもやるけどね、ほんと全然危険じゃないけど、これこんなのは来たらせないけど。あのね、ビックリマンなんとかシールの 全種類とかって60万で買い取るとかってことってあるとよ。あ、それもすごい珍しいやつ。そうだ、それ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 、実際やるっちゃけん。もうありありあり。あ、でもその遊戯王ってやつもですね、1枚普通に3000とか4000とかの世界なんですね。でろ、だから遊戯王とか、まあ、私たち得意でからあれやったら、もうその辺はもうバリバリやって。何どうして、何買うわけ。もう進んでますもんね、だいぶ。だいぶ進んでますもんね、だから。進んどろうけど、今ちゃんとリサーチして、やれるみたいな。うん、だけどそこら辺は検索力絶対必要やって。とりあえず。子供に混じって教えてもらったり。いや、聖徳太子はもうかのお札は、聖徳太子はお札はおし、タイムリーじゃない、まあ、言われてみれば確かにそうなんよね。とりあえず、落ちがない。もうちょっと、久しぶりに戦慄が走りましたね、私。いや、あの、チロル、この形がもう、あれっていうのはよう分かっとったっちけどね。それ分かっとったっちけど。あ、どう分かった。あの、これから1ヶ月はジェネレーションギャップについてどんどんやっていこうかね。ほら、だってずっとこの頃さ、ほら、私ばっかりが攻めるみたいな感じだったよね。だけどいいよ、何これ知らないんですかみたいな。そっちで行こうか。じゃあ、あの、次、来月は、8月は、あの、ジェネレーションギャップ行きましょうかね。いや、私免許なんかいるぞ、今日。じゃあ、よろしく。安くて便利な春町、 JR 福奥豊線春町駅より徒歩1分、春町